アートアワーは今回第2弾ということで、はい、うん、前回あのトニーさんとはオケタコレクションの、はい、Yes You Can 展でご一緒させていただいたんですけれども、はい、今回も美術の世界を分かりやすく楽しくご紹介していただけるということで、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、そして、うん、今回はなんと、はい、第2弾バージョンアップして、はい、ゲストとして、はいはい、フリーアナウンサーラジオパーソナリティとしてご活躍されてます赤井珠緒さんをゲストにお迎えしております。こんばんは、よろしくお願いします。楽しみにしております。はい、だから玉結びの気持ちでやってます。そうなんです、ちょっとラジオでご一緒してたので、お二人とも、うん、もうリラックスした形で展覧会を楽しんでいただければと思ってますので、番組の中で一緒に美術館行くかできなかったんで、うん、今回ようやく実現してますので、はい、そうなんです、はい、ラジオブースの中だけで、はい、トニーさんのいろんな知識を聞くことだけを聞いたんですけど、はい、なんかもう実際っていうのをね、うんうん、体験できなかったので今日本当楽しみです。はい、嬉しいです。なので今日は一緒に回っていきたいなと、はい、それでは早速ですが、うん、すぐ後ろに、多分皆さん気になってますよね、はい、何でしょうこれは、何がこんなにぶら下がっているのか、はい、いかがでしょう。でも同じ椅子は同じ椅子ってことですよね。そうですね、そうなんです、はい、うん、もう今回はなんか雨が降ってるようにね、こう、そうなんです、このテグスをちょっとこうグリッド線のように張り巡らして、はい、これ椅子21脚展示しております。はい、でこの椅子をデザインしたのがピエール・ジャン・ヌレという人なんですけれども、はい、うん、ル・コルビジェ、さっき言っていた、はい、あの方のいとこにあたるんですよね。でインドの都市計画のために2人がタッグを組んで、はい、都市の、まあ、建築を作る人、はい、でジャンヌレがこういった家具を作る方に行ったんですよね。で、まあデザインしたんだけれども、うん、まあ、そこがすごいところなのか、はい、オープンデザインって言ってデザインをオープンにしているので、はい、結構地元 の、 あの、うん、工房や、はい、あの職人さんたちに委ねられているので、はい、結構作りがよくよくこうやって見ると、ああそれぞれちょっと違う。そうなんですね。ここの部位はちょっと太めだけどそっちは細い人か、うん、そうなんです。作られた方はこう違う方、はい、そうなんです。で委ねているがやはりその自由度もちょっとあったり、うん、だからこそこの職人のこの腕というか、うんうんうん、そういった技みたいなところと、うん、あとはそのジャンヌレのこのインドへの思い、うん、もうジャンヌレは15年インドにいたそうなんですよ、このために、ですごい思い入れもあったので、亡くなった後、うん、あの遺骨というか遺灰をあのインドの湖に撒いてほしいっていうぐらい、だからその思いと職人さんのこう結集したこのものがこの椅子っていう、だから大量生産はされているけれども、うんうん、結構一つ一つとかエピソードも含めて、あとやっぱ気になるのはなんか文字が書かれてるんですよ、なんか謎の、うん、これ落書きではないですよね。落書きではないんです。で、これ今回360度、はいはい、ご覧いただけるので見ていただく、ここも今度ここのまたちょっと違うところに、そうなんです。これが、うん、あの生産の工程とか、はい、あと使われた場所とか、うん、まあ、資産になるので、はい、そういったあの管理番号になってるんですよね。なので使われる場所が変わったらまたちょっと削られて違う番号が書かれたりとか、うん、だから書く人によって全然こう書いてる文字が違っていたり、今で言うとオフィスでこうだからシールで貼ってるようなことを手書きだったんですよ。はい、ああなるほど。なんか今度ここもラタンがこう編まれてるんですけど、こっちこの枠にこう貼られてるんですけど、うん、こっちは何もなかったりとか、なんか同じように見えて違う。はあ、だから今回はこの、まあ、椅子として見せるというよりは、うんうん、もうその機能性じゃないところをお見せすることによって、うん、よりこの椅子にフューチャーできるようにと思ってこう展示をさせていただいたんですよね。クッション部分ももうちょっと違う、ラタンだけですもんね。そうなんです。へ、まあ、このラタンもこのチーク材もインドで手に入りやすいもの、あ、地元でやる、そう、まあ、それも考えてジャンヌレアデザインをしていたので、でも普通コレクターだったら1個手に入れたら1個で良さそうなもんだけど、こんだけたくさんコレクションされてるの で、 うで、こう見せてるってことですね。はい、うん、なんか椅子って普段使いでね、うん、いろんなシーンで使うじゃないですか、でこう会話したりお食事したり、うん、そうなんか記憶の雨の中のいろんなシーンの椅子がわーってこう降ってきてるような、素敵、そんな、あら、素敵なコメントですね。そんな風に見えました、うん、めちゃくちゃ嬉しいです、うん、今のコメント。もうこれを超えるコメントはないです。で次の部屋は、はい、抽象をテーマにしたお部屋になってます。
ね、なんか大きい作品が多いんですけど、はい、まずちょっとでもこの目の前にあるベンチなんですけど、はいはい、これ実は作品なんです、はい、こちらもそう、シャルロット・ペリアンという女性の、 あの建築の建築家の方がデザインした椅子で、はい、実際に座っていただけるのでちょっとこれはいいんですか、座って、はい、作品だけで座っていいんですか、そうなんです、このクッション部分に、はい、じゃあすいません、失礼します、定員2名様なので、すいません、座っていただき、ちょっと谷口さん、座ると低い位置になるとまた雰囲気変わりますね、うん、確かに、いつも立ってみますからね、そうですよね、美術館では、座り心地はどうですか、しっくりくるわ、なんかぱっと見低そうに見えるんですけど意外にいいですよね、すごくいいですね、本当に、高級な感じがします、高級な感じ、はい、うん、なので落ち着きますよね、ね、ぜひあのいらしていただいた方はここに座っていただいて、うん、ゆっくり作品を鑑賞していただければなと、うんうん、それありますね、なんか入ってきた時はこのいろんな色にわってなって華やかっていうので、はいはいはい、ちょっと心がこう飛んじゃってしまうんですけど、うんうんうん、座ることによってまた落ち着いてじっくり考えられる感じします、なんかだからお招きいただいた感じですよね、お家に、うん、だから美術館に見てる感じというよりは、ね、本当にその お宅で見させていただいているような感覚になるのかもしれないですね、だからなんか竹内さんもおっしゃられているのが、うん、そのやっぱりこういった家具を一緒に展示するというか、うん、置くことで現代アートとの距離を近めてくれるっておっしゃられるんですよね、だから本当にまさにそういう感覚だと思うんですよ、うん、抽象画もなかなか、そうなんです、ね、抽象画といっても、はい、やっぱりこういろんなこうタイプのものがあるので、うん、本当にいろいろご紹介できればと、はい、思うんですけれども、こちらももうポップでなんかハッピーオーラ出てますよ、これ岡崎さん の, あ, のあれなんですよ、タイトルがめちゃめちゃ長いで同じ見てたんですけど、タイトルってあ、これ説明文に一瞬見えるんですけど、これ全部タイトル、めちゃくちゃ大きいんですけど、タイトルってことですか、4点あるからそれぞれのタイトルですよね、はい、左から順番にタイトルが当てはまるようになってるんですけど、タイトル、うん、はい、タイトル、道に牛がいなかった回とかいう、なんかすごい会話になってますけど、すこ、すごい小説みたいな、そうなんです、覚えられる気がしないですよ、ね、覚えられないです、学芸員さんでも覚えられない、そうですよね、じゃあこの作品を言うにはこのタイトルを言わないといけないことですね、でまたこの4つのこの関係性もあるので、はい、それぞれこう鑑賞しながら読んでいただいて、うん、まあ、ちょっと思いをこう寄せていただく、面白い、火打ち石がカチンとぶつかり火が飛び跳ねた、知恵としていたものも空へ向かい始める、陽気な炎の周りの冷たい地面の上で干したトウモロコシを引き、私たちは食事の支度をした、奥さんは牛を怖がるのかしらがこちらです。さすが。ロードでした。すごい。こんなに読めないです。ジュゲームジュゲームじゃないけど、すごいですね。このタイトルが。でも噛まないのもすごかった。そうそう、すごい。さすがですね。さすがと思って。さすがと思って今聞いてます。面白いですね。でも、そもそもですけど、抽象画にしたってもでかい作品多いですね。いや本当に。美術館にあるからそんな違和感ないですけど、うん、これがお宅にあるかと思うと衝撃です、ね。確かに。いやだから、うん、その、まあ、今までのコレクターの方々もそうなんですけど、うん、やっぱりお家に展示するっていうことを、うん、考える前にその魅力に惹かれて購入されちゃうっていうこともやっぱり多々あるので、なので展示購入されたけど展示がお家でできなくて展示してない作品がいっぱいあったりするので、ここであの展示をするときはぜひこの大きい作品を展示したいっていうリクエストを受けることはあります、ありますよね、家のサイズ感がちょっとなんかね合わなくなってるっていう、買うとか買いに行った時にね、またね、それぞれ絵の存在感がすごい強いので、うん、一番おすすめはどれ、まあ、どれも名品だと思いますけど、うん、そうですね、近藤さん的におすすめがぜひあれば、いや、おすすめというか、はい、このサスナル、このポーランド出身のサスナルの作品は、うん、これは蛇口じゃないですか、そう見るからにそう見えますよね、はい、これなんか作家さんにインタビューをさせていただいてこの間、はい、なのでちょっとこう印象がすごいあるんですけど、もともとポーランドの出身だしポーランドで制作されてるんですけど、うん、あの LA にも行かれてアトリエがあるのでそちらでも制作されてるということで、この作品は LA でよくあのサイクリングがお好きだそうで、おうおうサイクリングして行った公園で見たこのスナップショットというか、あ、いいなと思ったところをスナップショットで撮って、はい、で作品にされたっていうので、この大きな緑のこの渦のような特徴的なこの部分はやっぱりその
公園の緑とかで水道管だそうなんですよ。あ、水道管、うん、でも当たってますね。でもともと黒じゃなかったそうで、なんか黄色とかの色だったそうなんですね、うんうん、でもなんかすごい違和感、作品にした時に違和感があって、うん、この黒にされたっていう、そんなエピソードが、うん、なんかこうねサイクリングされて、うん、そんなこうワンシーンなんだって思うとまたなんかちょっと見る目も変わって、違いますね。この緑がサイクリングのスピードで動いてる緑に見えますね。ですね。でもよく見るとここになんか線が引いてあるじゃないですか。そう、だから勢いで描いてるように見えるけど、結構計算して描いてますね。こう見ると、近づいて見てみると本当ですね、うん、ちゃんとグリッド入れてますもんね。そう、こうやってやって、もともとすごい音楽も好きで、うん、音楽 の、まあ、そのジャケットを描くところから始めたなっていう方だったりするの で、はい、で映像も作られたりってすごい多彩な作家さんですね。確かに黒がそうやれるとすごく映えてかっこいいですよね、うん、かっこいいですね。この対比のようなこの強さと、うん、この自由な動きと、うん、これはこの方はこれからより来る人ですよね。そうですね、まだまだ日本では、もうでも、うん、そう、日本ではあんまりなんですけど、うん、あんまりって言ったら失礼なんですけど、うん、でも世界的にはそう、海外ではすごくもう評価されていらっしゃるので、うん、どんどんもっとね日本で紹介されるといいなと思ってますけど、うんうん、ビルヘルム・サスナルさんですね、はいはい、で次はこちらの作品を、はい、うん、うわ、うん、すごい華やかな、綺麗ですよ、すごい鮮やかだし、はい、ただよくよく見ていただくと抽象画とはいえいろんなものが見えてくると思うんです。本当だ、なんか最初パッと見花束みたいに見えて、顔、目とかが目がいっぱいありますね。目がいっぱいあって、うん、でこの作品を何だろうと思った時にまずタイトルをちょっとこれ、はい、注目していただきたいなと思うんですけれども、タイトルはスターリング、はい、スターティングウィズアティア、はい、涙っていう、涙から始まるってことで、うん、はい、あの作家さん、この北京出身の方なんですね。で水墨画を習われてたことから面相筆っていうのを細い筆で全部描き込んでるんですけど、でもキャンバスに絵の具が落ちた時にそれが涙に見えたそう で、涙って楽しい時も辛い時もいろんなシーンで流すと思うんですけど、でするとこの涙って人間のこの愛の歴史なんじゃないかと、あ、歴史とか、まあ、うん、まあ、愛を、営みと、そうですね、うん、そういうことから、うん、この目は実はいろんな14世紀から16世紀ぐらい の西洋画を参照して描かれてるので、ダヴィンチが描いたやつとか、そうなんです、なんかあの作品かなみたいな思うものがなんかいろいろ見えてくると思うんですよね、うん、一見コラージュ貼ってるのかなと思ったけど描いてるんですね。描いてらっしゃるんです。大胆にこう絵の具がある中ですごく細かく描かれてる部分もあったりして、見てるとすごくこう面白い作品だし、なんかこう作家さんの思いを知るとまたいろいろ想像できる作品になってるかなと。本当だ、立体感があるから、これはもう実物見ないと分かんないです ね、平面じゃちょっと伝わんないですね、うん、去年2023年に描かれた作品なので、うん、私たち開墾した時はまだ絵の具の匂いもするぐらい。そうなんですか。そうなんです、そういうもんなんですね、うん、ちょっと落ち着いてきたんですね、ちょうど。そうですね、でもちょっと近くによってクンクンするとちょっと油絵の、まだ匂いが出来たてなんかするかもしれない、なんか滴るような感じが ね残ってますもんね。この中で赤江さんもし1枚、まあ、もらえるわけないですけど、はい、もらえるとしたらもしうわ悩ましいですね、悩ましいですね、うん、あでも私これ好きかな、うん、いいです。そうですね、家に飾ると、飾りようがないけどもらえるとしたらどう。でもあの奥のあの蛍が飛んでるような、なんかあれも綺麗ですけどね、彼女ジャデファドジュティミさんという、うん、あのイギリスロンドン生まれ の、はい、の作家さんなんですけど、本当に今人気の作家さんで、まだ若い作家さんですよね、まだ30ぐらい で、ね、本当に若くしてすごく人気になった作家さんなんですけど、今までもあの他の展覧会でもね、うん、あの展示したことあるんですけれども、はい、本当に色鮮やかだし、ね、よくよく見るとさっきおっしゃられてたように、なんかこういろんなものが見えてきますよね、うん、はい、なんか月夜に蛍が飛んでるかなみたいなイメ
メージでしたけど、ちょっとやっぱまあ離れてみるとまた良さというか違いますね。さっきの近くで見るのと雰囲気変わりますもんね。うわあ、これはじっくり近づいたり離れたり、ぜひ。そうなんです。彼女は日本大好きで、あ、そうですか。そうなんです。あの、本当日本に留学してたこともあって、そうなんですね。じゃあ早速、はい、また次の部屋に、はい。うわあ、これが素敵。はい、この青すごい良くないですか。お目が高いですね。もうまさに、はい、これがイブクラインの。はい、作品になります。イブクラインはもう青の画家って言われてて、青が好きすぎて自分で青い顔料を作っちゃった自分でイブクラインブルーっても名付けて、名前がついちゃってる、そんな、本当にもう描くんじゃなくて色が全てっていう究極の、これ作家さん吸い込まれるような青ですよね。なんとも言えないですよね。美しいそう、うわ、これ欲しいな。これ欲しいな。このパークなら確かに、ご自宅にあっても、家に飾れそうな。これ家にあって、なんかもうここで泉がコンコンと湧いてるかのようにずっとこう見てると、もうコメントが素晴らしいすぎて、いや本当に綺麗だな。嬉しくなるコメント。でもその横にまたさらに故障の、全く違う、はい、今度は赤の、はい、これがリヒターですね、ゲルハルト・リヒター、はい、ゲルハルト・リヒター、はい、ちょっと玉結びでも一回紹介しましたよ、はい、学ばせていただきました。コーラ美術館さんが28億だったかで購入しましたみたいな話しました、ね、話題になりましたね。またなんか一昨年、はい、個展、日本で大きな展覧会もされてるんですけど、はい、その作品を、まあ、あの竹内さんが、コレクターの竹内さんがその展覧会の最終日に行かれて、でその抽象画の中に景色が見えるっていう風に本当に感動されたそうで、それで購入されたそうなんです、いやー、これ、それぞれの巨匠ですか。もう大巨匠、フランスとドイツの素敵ですね、並ばれるとまた。でも確かにいいですね、この2つを並べるってなかなか美術館でやらないと思うんですよ。美術館ではなかなか、そうなんです、この2つを並べることってほとんどないと言っていいんですけど、多分美術館の学院さんが赤と青で綺麗だから並べましょうって言ったら、何やってんだって言われちゃうんですけど、なんかちょっとバンってやられちゃう。でもコレクターならではですよね、赤と青綺麗だから並べますっていうのは、だからお部屋の空間としては最高に綺麗ですもんね。竹内さんもこの究極の2人を並べたいっていうことで、額装もこう揃えてくださって、白の壁にこう作品がより映えるようにということで今回のために変えてくださったりして、このツーショットは見れないですね。引き立てあって色が美しい、それプラスこの家具っていう、はい、これもさっきあのインスタレーションで展示してたジャンヌレの椅子で、これはさっき V の字に足がなってたんですけど、これは X レッグタイプって言って X になってるんですよね。好きですわ、こういうの。ね、だからもう本当はここに座ってね、またゆっくりなんていう感じなんですけど、ちょっとここは座れないんですけど、ね、はい、でこっちのお部屋というか、うん、スペースはちょっと書斎を模したような展示の仕方にしてみました。かっこいいですね。おしゃれですね。なんか竹内さんはそのジャンヌレ以外にもいろんな家具をお持ちで、でその関係性というか、同時代に活躍された作家というかもお持ちだったので、なのでそれをちょっと表現したくてこういう形にしたので、竹内さんの書斎をあの再現したわけではないんです。はい、なのでこのデスクがコルビジェのデザインしたもので、でこれがさっきあの釣ってたジャンヌレで、ジャンヌレのラックで、同じ事務所で働いていたシャルロット・ペリアンのランプで、あちらもそしてこのデイベッドがプルーベという、やっぱり同じ時代でこの影響を受け合いながらあの活動していた建築家のデザインしたものになります。ですね、かっこいいですよね。かっこいいです。シンプルだけど作品も置かれてるってことですね。そうなんです。で竹内さん、なんかさっきのお部屋だと大きい作品が多かったと思うんですけど、結構小さい作品もお好きで、はい、あのフランシス・アイリスとか、はい、あといろんな時代ですよね、元永さん の、はい、あの作品もあれば、あの竹籠とかは、あの最近あの田辺竹雲斎さん
ご活躍でよくあのグッチとコラボをされて、銀座のグッチでやってます。そうですね。そういう展示をあの大きなインスタレーションの竹でされたりしていらっしゃいますけど、その2代目の作品、うん、おじい様、先々代目結構竹工芸が海外で人気なんですよ。うんうん、あ、そうなんですね。日本の竹工芸なんですよね。うん、さらに僕の結構好きな作家だ、三島喜美夫さんっていう、今年91歳か、作家さんが作ってるんですよ。これ、こちらですか？あの缶に見えますけども、これ実は陶器でできてるんです。そうなんです。これ、すごいですよね。そっくりに作ってるんですけど、陶器なんですよ。本当だ、だから持つとしっかり本当は重いです。そうなんですか。決して空き缶ではなく、これはこうくっついてるんですか？いや、あの1個ずつ分かれていて、まあ、写真の通りに展示をこう、すごいするんですけど、なぜここにこの缶がと思ってたんですよ。何も知らないと、はい、そうなんですよ。面白いですね。今人気ですもんね、三島さんも本当に。今91になるのかな、91、92ぐらいだと思います。そうです、そのくらい。だからリヒターと同い年ぐらい、そうです、世代的にはって感じですよね。はい、うん、感覚がすごく若くていらっしゃる感じがしますね。そうそう、なんか新聞紙作ったりとか、ジャンプとかそういうものを再現したりとか、もうみんなが身近なものを陶器で再現される。あのここ天王洲の近く、このミュージアムの近くには、あのいろんなアート作品展示されたりしてるんですけど、その中にもまた三島さんのもっとこれの大きいバージョンが、これぐらいのゴミ箱があります。本当にゴミ箱と思うような人がいるぐらい。そうそう、実際捨ててある時もあります。そうなんですぐらい。あのこっちと違って縮尺でかくしてるんで、缶とかのゴミもこんなサイズになってるので、そうでっかい作ってますよね。あります、はい、なのでちょっとそんなのも探していただけると、ちょっと気になるとこのカラーバーみたいな、これはあ、この2つで一つの作品なんです。あ、でもやっぱカラーバーですよね、これ。これはカラーテレビのカラーバーですか。うん、これフランシス・アリスという作家の作品なんですけども、ちょっとタイトルにこのアフガンって言葉があるように、そのアフガンのこの紛争とかそういったことをモチーフに、作品を作られてるんですよね。うん、ちょっとずらして展示並べるあたりとかやっぱりセンスですよね。普通に並べちゃいそうな気がしますけど、これ指定なんです、こういうことですもんね。こういう、そう、作家がこう考えてやっぱやってるんですよね。そうか、テレビの窓からね、いろんな世界のね、こういろんなニュースが届くっていうイメージになりますね、こうなるとね。その下にこれがあるからやっぱりよりなんか日常感が出ていいんでしょうね。美術館で普通に展示されるよりもっていう、違う雰囲気で随分変わりますよね。そうですね、面白いですね。話聞いてみるといろいろと面白いですね、やっぱり。だからご高齢といったら変ですけど、やっぱり90代、これも存在感あります。90代の方、そう、92歳かな、で、去年の8月に亡くなられてしまったんですけど、桑山さんの作品になります。もう桑山さんはあの亡くなられる1年前に私たちインタビューさせていただいて、それ YouTube の、 あの動画にアップされているのでまた見ていただきたいんですけど、本当にコロナの期間もとにかくやりたいことがまだまだいっぱいあって、で何も変わらず制作に集中しているっておっしゃられてましたし、やっぱりアメリカの現代アートの一番盛り上がってる時代に行かれていたので、アメリカでずっと活動されていたので、なのでお話が全部アメリカのこの現代アートの歴史を伺うような、登場人物がすごい皆さん有名な方ばっかりで、っていう。そうなんですね。すごいシンプルだけど存在感あって綺麗ですね。なんか工業製品みたいな感じですよね。本当に人工物、それ以外のものは排除するっていうこのコンセプトで作られているので、作品の裏はご覧にいただけないですけど、私たち展示の時見るので、裏も本当にきっちり作られて、綺麗に作られていて、これ当然ですけど塗ってるってことですよね。手作業とは思えないですよ。思えないですよね。ここですよね、この線もきっちり黒いところとか、素材の追求がすごいので。そうですね、ここはなんか抽象とは言っても、こういった人の姿をした、人を描いてるけれども抽象的な表現をしている作家さん3名をご紹介しています。この平面作品とこの彫刻は筧五郎さんという同じ作家さんが作ってて、ちょっとなんかユーモラスな、ね、そうですね、ちょっと言い方悪いけど子供っぽいって言ったらあれかもしれないけど、そうですね、そう、無邪気な感じですよね。かと思えば正面はこ
この同じその加藤泉さんという作家さんなんですけど、はい、3つ作品が展示されてます、石だったり、まあ、この油彩平面、うん、キャンバスに書いてあるものだったり、こっちはよくよく見るとちょっとなんかついてるの分かります？フィギュア的なものが、そうなんです、プラモデルがくっついていたりと、本当にいろんな素材を巧みに使えるこう作家さんで、加藤さんはもうなんか加藤さんが描くキャラクターみたいなのがいるんですよね、うん、だからこう胎児のような虫のような、はい、もう加藤見たらもうすぐ加藤さんで分かる、ね、もうこの作風でずっとやられてる方ですよね、うん、不思議な世界にスーッと連れて行ってくださる感じがしますね、うん、でもあとでもバンドも組んでるんですよ、へ、音楽活動、音楽活動もされてるっていう、すごい多趣味な方で、釣りもお好きだったり、あ、そうなんですか、そうなんです、でもずっとそういうことをやりながら作品のことを考えてらっしゃるので、うん、こういった石の作品とかも、うん、こう釣りに行った時に、うん、こういい石を見つけてきてとかなんかそういうこともあるそうです、かわいいですよね、かわいい、で3人目がこの方、3人目が小西さんで、はい、まあ、加藤さんの教え子になるんですよね、でもあの小西さんは本当にもうよくよく知っている、うん、あのご家族とか本当ご近所の方みたいな、うん、そういったよく知ってる人を描くっていう感じなので、よくタイトル見ていただくと、はい、括弧の中にワンタイトルぞと言いつつもとですね、そうなんです、万蔵みなえひさな、おお、ナンバー名前が書かれてるんですよね、だからその人たちを書く、その人たちの思いを、うん、こう思いを形にするっていう方なので、うんうん、逆にこういう顔がこうちょっとぐちゃってなってるの分かります、はい、でもその顔をありのままに書くっていうよりもその思いを形にしてるので、こういう形になったってお話しされてました、うん、なんか楽しそうなのは伝わる、仲いい家族ですよね、うん、笑ってる感じに見えますもん ね、うん、ね、すごい色も鮮やかだったりするので、うん、こういうふうにやっぱ描いてもらいたいですか、いや描いてもらいたいです、あ、本当ですか、家族で綺麗な色合いで、うん、好きな色合いですね、この水色と茶色とか、でももうそのためには小西さんと仲良くなっていただく必要がそうですね、知り合いになって、うんうん、もう本当に、はい、なのであの美大のお勉強をするときとかにモデルを描くじゃないですか、はいはいはい、でもモデルって知らない人がやってくるので、はいはい、全く描けないっておっしゃられます、そうなんですね、よっぽど仲良くならないと描けない、本当に近しい、みたいなのを描きたいっていう、だからこの作品も今まで本当にご家族しか描いてなかったのが、うん、やっぱりこう島で暮らされていてご近所の結びつきがどん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 強くなってきたから描けたシリーズの1点だそうです、うん、しかもこれナンバーワンってことはじゃあこれが続いていくってことですね、そうですね、他のご家族もいたり、へー、なんかでも貴重なナンバーワンが見れてありがたいですよね、本当ですね、うん、ここの展示室は普段はこう真っ黒い感じなんですか、今回だっけ、もともとは他の部屋と一緒でフローリングで白い壁だったんですけれども、うんうん、ちょっと他の展示の時に黒い壁に頑張ってしたんですね、うんうん、それで今回の展示を考えた時に、うん、あれ黒のままでもいいんじゃないかなって確かなって、ここだけちょっとテーマ性も同じ抽象とはいえちょっと違うので、うん、なのであのこのちょっと異質な空間の中でさせていただいたっていう、なんかいろんな展示室があっていいですよ ね、 いいですよね、イメージがそれぞれ違います、ね、うん、なんか他のミュージアムよりもちょっと小さいお部屋が、うん、お部屋ごとにこう区切られている感じがここはあると思うんですけど、うんうん、その分このお部屋ごとの特性というか、うん、なんかちょっとこう違う感じで見ていただけるので楽しめるかなと、うんうんうん、ここは人にこうそれぞれスポットライトが当たってるみたいにね、プロが背景なので、なんかあったかい雰囲気しますよね、その絵自体からね、うん、へ、確かに、でもやっぱりなんだかんだずっとあの子と目が合うずっと見てくる、見てこっちずっと見てきますもん、気になりますよね、ちんまりしてあそこにいますもんね、うん、期間中とか写真撮る人とかみんなこうひざまずくじゃないですか、そうです、近く近くなっちゃうので、うん、そんな気をつけていただきながらですけど、でも加藤さん島根出身なんですね、うん、なのでやっぱり島根ってこう言い伝えとかそういうのが残っていたりする、うん、そういう中で、うん、あの育ったっていう環境もあって、そういうアニミズムじゃないですけど、こう、うん、そういう根源的な、ね、そう、そういったものはやっぱりなんか自分の中にあるっていう、うんうん、ことはおっしゃられてましたね、なるほど、はい、うん、
今日はまだお伝えしてなかったんですけど、お誕生日なんですよね。おめでとうございます。すごい、こんな美術館で祝っていただいたのが初めてで、嬉しいです。そんな一日をご一緒できたことも嬉しいですし、こちらこそ心の栄養をいただいてみたいです。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあもらえるとしたらってことです。本当にもらえるわけじゃないんですね。もらえるとしたら、でもその想像が楽しいですね。なるほど、はい。私はやっぱりイブブルーですね。あ、イブクライン、はい、あの青がなんかこう、すごく惹かれるな、ずっとこう、手元にあったらいいなって思いました。吸い込まれるブルーですよね、あれは。サイズ感もいい感じでしたし、ね、いい感じでしたよね。あれならリアルに大きいの見た後だったからこそですよね。より思いましたよね。リアリティがみたいな感じ。ちなみにトニーさんは、どの作品をもし、僕でも三島、でもやっぱ三島さん好きなので、 あれなんかこうちょっと一ネタになるじゃないですか。あ、家に置いておいて実はこれ陶器でね、みたいな。あ、そうですね。ちょっとそういうコミュニケーションできるのもいいなと思って。はい、缶のね、缶のやつ、はい、いいですね。はい、赤井さんの言葉が的確ですが、現代美術に造形が深いんでしょうか、感性がすごいのか。全く深くないです。全く存じ上げないです。いやでも私も本当に、もう今日何回も感動しました。本当ですか。本当に、美術館とか行って本当にキャッツアイ気分で、ここの美術館で盗むんだったら、とかって考えることあるんですよ。盗むんだったら私はこれみたいな感じで見てることあるんですけど、全然、特に現代アートはどうやって見たらいいんだろうとか、ちょっと難しいかなと思ってたんです。でも今日見たら、普通に見るだけでなんかこう、ぐってこう訴えてくれるものがありますね。それは嬉しいです。言葉が的確でしたもん ね本当に。もうそれそのままちょっと書きたいです、書いてちょっと皆さんにお伝えするなんかのツールにしちゃいたいぐらい。なんかね、面白いなと思ったのが、その現代アートのこの空間をもっとね、時間たっぷりゆっくり回りたいところなんですけど、こうさーっと回らせていただいただけでも、なんか空間にアイロンをかけていただいているような気がして。また出た、また出ます。なんですか、あの素人の絵とかを飾るとやっぱりシワがある状態の服を飾っちゃってるみたいになるんですけど、一個一個の技術と情熱が素晴らしいものを作品を前にすると、空気もシワが伸びるというか、なんか こっちまでピンとするようなね、これも空気まで整いますね。使おうと思いましたもんね。一回も出た言葉じゃなかったです、僕の中からも。そんな想像できなかった。すごい。質問が。トニーさんのアート講座は赤井さんに刺さりました？アート力は上がりましたか？いや、上がったでしょう。いや、でも僕の力じゃないです、絶対。いや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 、やっぱりこのね。いや、でもやっぱり、いろいろとこう知識を持たれて、近藤さんとか、トニーさんと一緒に回るって楽しいですね。教えていただきながら聞くと、ああそうか、そういうまた見方が変わってくるとか、あ、この椅子はそうか、インド生まれなのかって分かるだけで、また見え方全然違いますもんね。面白いなと思いました。本当なんか素直に楽しんでいいっていうのが伝わればいいですよね、今回この。本当にそうなんです、なんかみんな現代アートって難しいとか、敷居が高いと思ってるけど、意外とそんなことないですもんね。そうです、分からないっておっしゃられる方多かったりするんですけど、意外とやっぱりこう実際足を運んでいただいて、ちょっとだけなんかこう実際自分でご覧になった後にちょっとだけ音声ガイドとか、そういうのをこうちょっと見ていただいたりすると、へーってなることがあって、そうですね、随分近くに感じることはいっぱいあると思いますし、あとだからできれば誰かと来るといいですよね。一人だったらこれがこう発信できないけど、誰かと話せばこう今みたいな話できるわけじゃないですか、ね、一緒に今日も3人で回らせていただいたからこそ、こう複数で回ると自分の思考とまた感じ方の違う思考をこう合わせたり、作家さんもやっぱ現代アートだと若いので、なんか感性が近かったり、みずみずしい感じがしますもんね。同い年の人も絶対いますし、世代がいろいろとありますからね。そういうので見るだけでもちょっと近しく感じたりとか、作品をコレクションしてみたいと思ったことありますかと。あります。あの家にそれこそ一人暮らししていた時、なんか殺風景で絵を飾ろうと思って、銀座の画廊とかに行ったことあるんですよ。でお値段がクラッてして、で思わず自分で白いキャンパスを買って、描いて
飾っちゃったこととかあるんですけど。すごい、でもそこで自分で書く。そうだ、赤江さんが書いた絵のキャプション書いた仕事がありました。そうですね、実は書いたことあるんですけど、だからそれで素人が書いた絵はやっぱりシワがね綺麗に伸びてない絵なんで、なんかね空間が歪むんです、淀むんですよ。それが淀みはしない、淀まないんですね、さすがですね。これ機会にコレクションをってことですかね。コレクションを、でもなんかコレクションされて、まあ、それが値段に関わらず、ご自身の今度お家に飾るとまたなんかこう見え方も違うし、毎日見てるとまたなんかこう違う感じがあったり、ご家族の中でもね違う見方するでしょうし、なんかお気に入りの空間が家の中に一つでもあるとね、いいですよ ね、 いいですよね。そこからちょっと家片付けようかなっていう気にもなりますし。確かにそれ大事ですね、それは。トニーさん、赤井様、改めて今日はありがとうございます、はい、ありがとうございました。改めてご感想をいただけますか。はい、あっという間でしたよね。あっという間でした。これレギュラーでやればいいのにと思いました。本当ですね。ぜひ、はい、ね、ぜひお願いしたいです。 あ、あと大吉さんも呼びたい、ね、もう楽しいですね。もうそしたらちょっと乗っ取り計画みたいな、もうちょっとロングバージョンでやりたいですね。大吉さんも来てください、ぜひ。ねえ、赤井さんもいかがでしたか。いや、すごく楽しみ、もともと楽しみに伺ったんですけど、お仕事っていうことも忘れて、みたいな、もうすごいワクワクしました。もっとじっくり見たいです。ぜひまたちょっといらしていただいて、はい、ね、ちょっとご案内できなかった作品もあるので、はい、また改めてゆっくりご覧いただければと思います。はい、いや、今日はありがとうございます。ありがとうございました。先ほど話題に出ましたが、赤井さんが今日お誕生日ということだったので、おめでとうございます。嘘でしょ。はい、まあ、嬉しい。ありがとうございます。はい、すいません、誕生日にのこのこ来ちゃってごめんなさい。素敵な一日をご一緒できて、本当です。こちらこそ、なんだろう、巨匠に祝っていただいてるみたいな、なんか嬉しい。皆さんからもおめでとうメッセージを結構あったと思いますので、いただいてると思うんですけれども、よかったです、お祝いすることができて。いや、本当にありがとうございます。素敵な一日をご一緒できてよかったです。今日はご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、さようなら。さようなら。